時間通りだな。入れ。待ってたぜ。今日もお願いしますよ。五人ではないのですか。おじいさん、なかなか強いんだって。まさかサキュロンとを倒したのはあなたじゃないわよね。いくら落ち目とはいえ、奴隷売買のさ、コッコドールの前で六腕が負けるなんて恥にも程がある。まあ、奴はブレインアングラウスにやられたと言い張っていたが、どちらにしろ最初に面倒ごとの種をまいたじいさん、お前から殺す。あちらを見よ。あそこには各所から来たお偉いさんが集まっている。俺たちがじいさんをいたぶり殺すところを目にするためにな。ゼロとやらもあちらにいるのですか。ま、そうだわな。なんだいそりゃ、喧嘩でも売ってたのかい。気にしないでください。それで彼女スワレはどこにいるのですか。死んだと言ったら。あなた方はそんなに優しいのですか。正解だ。俺たちはそんなに優しくない。あの女はコッコドールへの贈り物の一つだ。大切に確保しているよ。うん、せっかくですから全員でかかってきなさい。そうすれば10秒くらいは持ちますよ。言うじゃないか、この人間。きっと本当の強者と会ったことがないんじゃないかしら。まあいい、相手をしてやろう。戦殺マルムビスト。踊るシミター。エドストレーン。空間弾ペシュリアム。そしてフシオデイバーノック。フシオですか。愚物には過度な二つのですね。名乗ってよいのはこの世界にたったお一人。お前ごときかとアンディットがおこがましい。